はい、どうもアイリスラーメンの山口です。本日もマオリをやっていこうと思います。ゲルドの踏破戦、こちらの、超絶級1クリアしたのでやっていこうと思います。超絶級2はちょっとね、この、こちらですね、このパーティーだとかなり時間かかりそうなので、今回の動画は超絶級一括装備を実行しました。 ではあとここちょっとね、収集の強いやつらを選んでたので、誰だっけな、シズさんと、そう、攻撃力をねアップする、あとここだ、はい、こんな感じですね。これでクリアしました。こちらのパーティーです。はい、ではね、どんな感じにやったか攻略動画やっていきます。で、今回は新キャラ、新キャラ、ゲルトとか新キャラに含まれるか、スカウトで手に入るリムルとマサユキは入れずに超絶級1クリアできますよっていう感じの動画になります。過去のキャラクターでほとんどさ、ゲルドと仮面の勇者の一旦もう一旦遊べるドンのやつ以外は全部星極み星5なので、持ってない方もおそらくいらっしゃると思いますが、参考にしていただければ、参考になればいいなと思い、やっております。いきます。クエストもう1個だけクリアしてない部分があって、それって10ターン以内にクリアっていうやつなんだけど、おそらくこのパーティーだと10ターン以内って厳しそうなのよね。この場合技能の魔装コンでやりたいので、こことここですね、順番がしずさんからのこうじゃないとできない場合がございますので、仮面の勇者とシズさんどっちが攻撃力高い、116501、あ、どっちも同じぐらいか。じゃあどちらでもいいか。どうせ最初のターンはね回復がありますよね。あと過去の魔装痕もエバーシルがついてる過去と奥義の魔装痕がついてる状態なので、あんまりね、それで遊べないなーって感じですね。で、さらにこの魔装痕の並び非常に最悪だ。ねえ、どうしよう。別に回復するからこことここを打って、仮面の勇者さ、奥義溜めて一気に放つのもありだけど、今まだいいかな。あ、どうしよう、ここ、あ、もうフレイ先に打っちゃったからな、フレイ打っちゃっていいか、やろうか。素晴らしい技だ。こう攻めたいけど、なんならもうこことここも行きましょう。あ、で、さらに言うとよ、ここもやっちゃおうか。はい、いろいろやりました。なんかね、順番狂ってたけども、あー、で、さらにあれか、奥義か、まあいいでしょう。そんなに奥義の魔装痕を放ちたいのなら放ちましょうよ。何になってんだ、 80% ダウン、全然食らわないし、ゲージも上がらないし、でも、まあ6連チャンできるからやるしかないですねっていう感じですね。次の魔装庫に期待しましょうという感じで、あんまりよろしくないで、プレイさんが溜まってる、溜まってない、全然溜まってないね。いや、あと何ターン、4ターン、あと何ターン、4ターン待たなきゃいけない。
じゃあもうこれやるしかないじゃん。あ、で、ほんともう今更なんだけど、今回のパーティーは、新たにあるあの平和の守り手パーティーでございます。平和の守り手、新たな方法ですね。平和の守り手を、全員5人入れたパーティーでございます。でこの平和の守り手 で今ね、盤面にいる仮面の勇者とチズさんがなんかね、相性いいのよね。パワーアップ系のバック系のやつが結構相性良くて、同じ勢力で、これですね、幻想世界またはリチの英気、漢字の読み方間違ってたらすいません。これのね、合ってれば無限加算でね上がってきますし、仮面の勇者さんが幻想世界持ってますね。でしずさんが幻想世界リチの英気持ってますので、この2人非常に相性いいかなって思います。ただ本当に悪いな、この魔装コンね。でも結構打っちゃってるもんな、ここもやだな。まあやるけども、ちょっと非常に悪い状態が続いてますね。このさ、デバフ食らってる残り何ターンみたいなやつが解除されれば一気に殴れるんですけど、それでもターン10ターン以内っていうのが非常に厳しくて、結構長い動画にはなりそうですけどもね。残り何ターン、残り2ターンでしょ。だから9ターン目にその解除されるから、でそのラストターンにとどめを刺すみたいな動きをしなきゃいけないのよね。で敵単体の弱点耐性バトル終了時まで 10% ダウン無限加算だから、これもねゲルドのもねバンバン打たないと、こことここは無限加算あるから打たないと、でこれは別に打たなくても OK のやつ。でウクレイさん打って、まあ、スキルポイント、スキル消費のやつを初期値20ぐらい回復するんだっけか、スキルコスト上、違う、前衛のスキルコストを20ダウン最大各スキルコストの初期値までという、20ダウンしてくれるの本当ありがたいですよね。まあ、打つタイミングとかも非常に大事ですし、ここね前のターン2回打っちゃったから高い状態のまま残ってるから、それがちょっと嫌ですけども、まあでも一旦ここはゆっくりとやりましょう。おー、チズさんフィーバーだ。これにチズさん、かわいい鳴き声、いつも音を音鳴きでやってるから、こんなダメージ食らう時の鳴き声かわいいな。ですね、富士山を極み奥義で、極み奥義になるようにさせたい、させてあげたい。あ、でも、もうカゴ、カゴ、あ、ちょっとあれできる、ちょっと待てよ、ここやってこれね、結構うまい具合にね、多段攻撃ができますね。ゲルドさん出る、多段のこれもやっとこうか。まあこっち狙ってもよさげかな。でフレイさんはね、あの前衛のキャラクターのみなので、ちょっとねそこ残念ではない。今バックにキャットさゲルドのスキルとかも20ダウンしてほしいなと思いつつも、それが叶わないというのはちょっと残念ではある。ここも
どうしようかな。もう一回多段攻撃でもありだけど、これやって一気、いやーどうだろう、こう変なね動きだけども、こうやるしかないのよね。でも多段攻撃このおかげでね、プレイさんまた打てるっていうのは非常にありがたい。でクマラばっかり狙ってきたら、もうちょっとミューランの方にも寄せておかないと。やっぱね10ターンは無理ですよね。10ターンクリアはやっぱ今の新キャラを入れないとダメなのか、あとは、考えてるのは雷撃ダメージとかやってけばいけるのかなみたいなことも考えつつ、どりゃ、ミューランがその、アタルマンとクマラは弱点耐性 20% ダウンの永続を入れてますので、あ 10% ダウンか、 10% ダウン率を入れてるからいいんだけども、ミューランにそろそろ入れとかないとダメなので、ゲルドにチェンジしたい。あ、でちょうどシンさん溜まったから、ゲルドにここチェンジしてもいいかなと。ゲルド、ここは引き受けます。でこちらね、でこれほらどうや、さらにさらにどうしよう、そんなよろしくないよな。やっぱこれこのまま奥義のやつで殴りますか。でもやっぱあれよな、全然無理、ターンって無理よな、時間めっちゃかかってるし。これ技能でいきましょう、せっかくなのでね。あ、で、ゲルドのままだな。戻しても意味ないし。ちょっと、あれか。それだったら、ちょっとやっとこうか。どうせ、回復するしね。無駄打ちにはならないので。ちょっとダメージ食らってるのがありがたい。でこっからよな、あ、溜まってる、たま30溜まってんのね。え、ってことはもうなんか打っちゃっても良さそうだなとは思いますね。ですね、ちょっと待ってください。ゲルド日向チェンジするか、日向チェンジにしましょうか。日向そんなあれよな、これ噛み合ってないから、日向チェンジの下がってて、先フレイから、これでとどめさせればいいけど難しそうだな。ここ2つ発動する。でアダルマにこれも付与させて、ただに言うと81でしょ、この2つもできるんだよな。増加量アップ、この2つも、あ、ちょっとこっちからよし、いきます。で最初ゲルド意味ないから、こっちからの仮面の勇者からこういう動きかな。いきます、止めさせればいいけど、なんか無理そうだな、全然だな。やっぱうわー全然か、結構ターン数かかるし時間もかかるからな。次の超絶級2とかもっとかかるだろうし、やっぱ新キャラ入れるか他の勢力で頑張って戦っ
ってみるかみたいな動きをしないとまずそうですね。こちらの番で、ただね、あの相手の攻撃が全然痛くないので、そこだけはちょっとリラックスしながらスローペースでやっていけるかなとは思いますね。お返しはきついわ。さあ、ここはまずフレイさんからやって、もうさすがに次のターン、このターンできればいいよね。はい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 、とこのターンいけっかな。いや、なんかいけなさそうな気はする。えいっ、全然いけないね。あー、ダメージがなー、足んないなー、そこが悩みどころ。あと多段攻撃で終わらせましょうか。出る、あ、ひなた、そっか、今入ってたんだ技。 OK、 これでいきましょう。もうこれなら全然、もうこのターン終わりっすね。もう確定勝ち。はい、と神へ祈りを捧げ、強っ、消え去る。多段攻撃も気持ちいい。はい、やっぱね、多段攻撃の日向もいるということで、過去の正義がやっぱ必須かなとは思いますね。10体以内クリアっていうのはできませんでしたが、まあ、こんな感じで超絶級1このパーティーで、クリアしましたよというちょっとした攻略動画でした。参考にできるところがあれば参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。